17歳で、とにかく歌うことが大好きでアイドルになりました。だから今はまだあんまりファンもいなくて、歌を聴いてもらえないのが残念です。でもこれからも明るく一生懸命アイドルとして頑張っていけたらなって思ってます。ちょっぴりドジなところもある私ですけど、どんなことでも精一杯やります。よろしくお願いします。影響で空手も結構得意ですよ。で、しまった、僕今日はおしとやかに行く予定だったのに、空手なんて、僕本当は乙女なんですよ。体力バカでも男の子でもないですからね。とにかく菊池誠、可愛いアイドル目指してバリバリ頑張りますから、よろしくお願いします。欲しいミキだよ。アイドルデビューして半年で15歳なの。特には顔が可愛いことと胸かな。趣味はおしゃべりで、最近は恋バナがブームって感じ。疲れたからもう終わりでいいよね。ダメ？じゃあしょうがないの。ミキね、割と最近まで頑張るの嫌いだったけど、最近結構頑張ってるんだよ。だからミキのことよろしくなの。私、新人アイドルの四条高音と申します。今後ともよろしくお願いいたします。私はこの世界のことを何も知らぬ若輩者ですので、いろいろとご迷惑をおかけすると思うのですが、自分に何がなせるのかを見つけるためにも、常に全力で物事にぶつかってゆく所存です。あ、もしやこの喋り方が気になられましたか？それはまこと
良きことですね。なぜならそれはすでにあなたが私に興味を抱き始めている証拠なのですから。さあそれでは共に歩んでまいりましょう、あの頂へと。年齢は16歳です。歌の道を極めるためナムコプロに入りました。目標は歌の世界で頂点に立つこと。そのために必要ならどんな試練でも乗り越えてみせます。少し硬かったでしょうか。私、笑顔を作ることはあまり得意ではなくて、プロデューサーにはご迷惑をおかけするかもしれませんが、厳しい指導よろしくお願いします。